Ready, go! 1番、2022年に開催されたサッカーワールドカップで日本は決勝トーナメントに進出しましたが、惜しくも PK 戦で敗れた相手国はどこでしょうか。答え、クロアチア。予選リーグではコスタリカに敗北を喫したものの、ドイツとスペインに勝利してグループ1位でした。2番、2023年2月現在、ウクライナの首都はどこでしょうか。答え、キーウ。キーフはロシア語読みだったので、ウクライナ語読みのキーウで統一されました。3番、2022年5月、沖縄は本土復帰何周年を迎えたでしょうか。答え、50周年。1971年の返還協定調印を経て、1972年に本土復帰を果たしました。4番、2022年9月に死去したイギリスの女王は誰でしょうか。答え、エリザベス女王。96歳で死去。在位期間はなんと70年ということで、イギリス史上最高齢かつ最長在位の君主でした。5番、2022年サッカーワールドカップが開催された国はどこでしょうか。答え、カタール。優勝はアルゼンチンで MVP はメッシ、準優勝はフランス。三笘の1ミリや VAR ビデオアシスタントレフリーなどが話題になりました。6番、2022年国連が発表した世界の総人口は何億人でしょうか。答え、80億人。アジア圏だけで44億人と全体の 55% を占めており、中国とインドだけで全体の 35% を占めています。7番、2021年10月から2022年3月まで国際博覧会万博が開催されていましたが、開催されていた都市名は何でしょうか。答え、ドバイ。アラブ首長国連邦 UAE の最大都市であるが首都ではありません。首都はアブダビです。8番、2022年5月韓国の大統領に就任した人物は誰でしょうか。答え、ユン・ソギョル、ソクヨル、そしてソリョルなどいろいろな読み方があるらしいです。9番、2022年の今年の漢字はんですが、この漢字の読み方を音読み1つ、訓読み4つ答えてください。答え、戦、戦、戦う、おののく、そよぐ。総画数は13画、書き順も覚えておきましょう。10番、2022年9月に死去した冷戦終結を宣言した当時のソ連の大統領だった人物は誰でしょうか。答え、ゴルバチョフ。アメリカのブッシュ大統領とマルタ会談で冷戦の終結を宣言しました。そして1990年にはノーベル平和賞を受賞しました。11番、2022年10月に開業150周年を迎えた公共交通機関は何でしょうか。答え、鉄道。明治時代の1872年新橋横浜間が開通して以来150年、文明開化の象徴の一つといえます。12番、2022年9月にイギリスの首相となったが10月には辞任した人物は誰でしょうか。答え、トラス。イギリス史上3人目の女性首相であったが、就任約1ヶ月半で辞任しました。経済政策で支持が得られず、就任直前の不支持率は約8割あったらしいです。13番、2022年4月に再選したフランス大統領は誰でしょうか。
答え、マクロン。2017年にフランス史上最年少の39歳で大統領に就任しました。14番、2022年8月銃撃によって死亡した元首相は誰でしょうか。答え、安倍晋三。首相としての通算在籍日数、連続在籍日数は歴代最長となっています。15番、2022年10月にイギリスの首相となった人物は誰でしょうか。答え、スナク。イギリスでは20世紀以降初の非白人、初のアジア系、インド系です。そして初のヒンドゥー教徒の首相となりました。16番、2023年2月現在ウクライナの大統領は誰でしょうか。答え、ゼレンスキー。元俳優、元コメディアンで、ドラマでウクライナ大統領役を演じたことがあります。17番、2023年2月現在の成人年齢は何歳でしょうか。答え、18歳。世界的にも成人年齢18歳が主流です。しかし飲酒や喫煙は20歳からなので注意してください。18番、2022年9月に新たに開通した新幹線は何新幹線でしょうか。答え、西九州新幹線。佐賀県武雄市から長崎県長崎市を結んでいます。実距離 66km は全国の新幹線で最短距離となっています。19番、2022年10月イタリア史上初の女性首相となった人物は誰でしょうか。答え、メローニ。連立政権のパートナーの一人、ベルルスコーニ元首相はサッカーセリエ A の AC ミランの会長、そしてオーナーでもあります。最終問題、2022年9月ある国との国境が正常化して50年となりましたが、このある国とはどこでしょうか。答え、中国。1972年の日中共同宣言で国交が正常化しました。そして1978年に日中平和友好条約を結んでいます。